も見に来てくれてありがとう。店長のマリサちゃんだよ。そして社畜のシェフたちだ。マリサだってエプロンみたいのしてるんだから料理すればいいじゃないですか。私のエプロンは料理目的のエプロンじゃないんだよ。今回はフライだけですか。うちらも舐められたもんだな。フラン、それはうちら舐められますよ。うわ、この水泥水をボボボボボ。え、なんなのいきなり。もしかしてフラン的試合してるわ。こちら世界の天気をお送りしてます。お天気お姉さんのマリサです。お前は雇われ店長だろ。本日アマゾンの方ではかなりの強風に見舞われる予定です。アマゾンってここじゃね。いや、めっちゃピンポイントで予報を伝えしてくれるな。というわけなので、アマゾンで料理してる方々なんかは注意が必要となります。絶対うちらにお送りしてるよ。それでは現場の霊夢さん。はーい、てめえは。なるほど、さっきは風に煽られて川に落ちちゃったんだな。風とか動画でわかりにくい。実況な風のステージだな。黙って立ってるだけでも風で飛ばされちゃいそうですよ。霊夢、そんなに軽くないだろ。私は神のようにペラペラですよ。怖。追い風で制御不能です。さすが神だね。なんか違う意味に聞こえてくるんですけど。あの人ちょっと落ちすぎじゃない。いや、やめろ。私食べても美味しくないぞ。川の中でバトルが繰り広げられてるな。死ぬかと思った。大丈夫、生きてますよ。人事だな。お前なんでいちいちついてくるんだよ。いや、皿でも洗おうかと思いまして。それよりも鳥あぶねー。なんでそんな端っこに乗ってんだよ。デスが誰かさんみたいに落ちてません。喧嘩売ってんのか。だいたいこの風の向きが急に変わるから落ちちゃうんだよ。何を言ってる。そばから落ちるんだよ。この泥水が癖になりました。はい、間もなく30秒切ります。目標ポイントは520。全然行ってねえじゃねえか。しかもお客が怒り出しそうな気配。そこですかさず霊夢ちゃんが出す。そうするとお客はもうあの人の料理しか食べない。私と結婚して。当客からモテモテになるわけです。いや、いきなり求婚してくるやつとか怖えよ。え、さっき聞こえてきたけど料理出てくるのおせんだよ。もう来ねえからなって言ってましたよ。みんなデカート10秒だけど、お前ら大丈夫なの。全然大丈夫じゃありません。あと100ポイントぐらい足りないんですけど。絶望的。おやー、あと15ポイント風が強い。霊夢、それ出したらいけるぞ。ムカとか言ってられるか。いやフラン、もう職場がアマゾン側じゃなくなりましたよ。うちらの頑張りが認められたんだな。オーナーからの意向でベルトコンベアーも入れた厨房にしてみた。何ですかこのボタン。そのボタンを押すことによりベルトコンベアーの移動向きが変わる仕様になっている。めんどくせえよ。何余計なものつけてんだよ。ほら、刺身出来上がってんのにどうしたらいいかわかんないだろ。ベルトを使ってください。フラン、このままじゃ刺身がゴミ箱行きですよ。なんなんだよこのベルト。そういう時はボタンで向きを変えてさ。いや、めんどくせえわ。食材が流れてくるまで何まったりな時間過ごしてんだよ。しょうがないだろ、やることないんだから。米を研げ。うちは無洗米でございます。そうですか。ほら、サーモン流したぞ。あ、その前にノリノリ。次キュウリも流すぞ。ちょっと待って待って。さっきまで暇そうにしてた人に思えないな。ほら、キュウリ流すからな。なんだかんだ言って待っててくれるフラン。お礼に今度剣玉プレゼントします。できないから別のものにして。じゃあ竹馬で。なんで昔の遊びばっかりなんだよ。フラン、皿洗いはそっちの仕事みたいです。はいはい、ボタンね。いいねいいね、ちゃんとベルトの仕組みも分かってきてるね。まあ分かりたくもないんだけどな。汚い皿また流しますわ。できればいっぺんに流してほしいな。はい、30秒切りました。点数が足りてないですね。皿も足りてないんだ。相変わらず皿の枚数は2枚で頑張ってますよ。頑張ってんのこっちだけどな。おいそこ、暇そうにすんじゃねえ。暇です。ほら、あと1品出さないとクリアにならないぞ。あ、もうお客ブルブルしてるんで。堪忍袋の尾が切れたらポイントマイナスですね。分かってるなら早く出して。はいはい、今持っていきますよ。はい、カリカリしてるお客様にサーモン巻き出しました。お前そんなでかい声で言ったら聞こえるだろ。だいたいどんだけ待たせたと思ってんだよ。3時間くらい。それが本当ならかなり心の広いお客様だよ。
なんか最近同じものしか作らせてもらえないですね。飽きてきたな。そういうことはちゃんと待たせずに作れるようになってからよ。しかもこれ米炊く鍋はおやー。お前は何に向かって投げたんだよ。あ、忙しい忙しい。お前せめて米鍋に入れていけや。何しに来たんだよ。米を届けに行きましたけど、霊夢ちゃん親切。もう一つの米ここ置いときますね。どこが親切なんだよ。何この床に米が散乱してる絵。あー、フランカジですよ。ちょっと燃えてるくらい無視しろよ。チンカチンカ、これで厨房が全焼したらどうするんですか。次の働き口探します。この店の心配性や。あれ、なんか食材の場所入れ替わったんだけど。わざわざ米こっちに持ってくる必要なかったんじゃない。お前ら30秒以上経つのにまだ0点だぞ。あれ、おかしいな。あわわ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 わ。フラン遊んでないで床に落ちてる米炊いてくださいよ。あ、米炊かないとね。もうこれ絶対目標。あち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 。日が邪魔で米が取れん。これから消火活動を行う。あれ、消防士に転職でもした。消してる間に米が遊ばずにいっちゃった。消火器持って何うろうろしてんだ。あ、これもう無理なや。難関ステージ来たな。それな。米はここから直接鍋に投入。何回も失敗して学んでいる。あとキャラクターおばあちゃんからなんかグロいやつに変更。それは料理スピードとは全く関係ない。おばあちゃんより機敏に動けそうでしょ。そしてまず食材を床に用意しておく。床ってのが気になるが、まあ許してやろう。そしてブリトーの皮をここに用意。失敗を重ねながら学習している。ここ適当にやってたら三つ星無理です。そして米が炊き上がったらブリトーの皮に入れる。するともうあとは食材を入れて出せば OK なのです。なんと効率的かつ合理的なやり方。肉が焼き上がったところで霊夢ちゃん出動。はい、これでブリトーの完成。そしてこちら側にまな板が来た時に切る。とにかく切ります。ハイルーのブリトー出来上がり。皿が間に合わない時もとりあえずここに皮だけ用意。皮があれば食材やご飯を巻くことはできます。はあ、なるほど。はい、そこもっと興味持てや。そしてなんといってもこの足りない皿が一番問題。この皿を洗うという工程があるだけで色々押してきます。早く皿変え。今回は基本手が空いた方が皿を洗うようにしてます。よし、ルーム焼き上がったよ。マッシュルームのことルームって呼ぶのお前くらいだよ。はい、30秒切りました。もう出来上がってるのもあるし余裕っしょ。あー、サラサラ。洗ってあるのありますよ。ナイスすぎる。これで価値格だな。怒り出しそうな客もいない。頑張った頑張った。イエーイ。この厨房。前回二人が頑張ったことをオーナーに伝えたら、厨房を使いやすいように、との指示だったので、ベルトを多めにしてみました。使いにくいわ。いやいや、歩く手間が省けるでしょ。歩かなくていいように一箇所にまとめた厨房にしてくれや。すべての道具が離れてるんだよな。はいはい、口を動かしてないで手を動かして、顔を動かす。気持ち悪いんだよ。ということで今回はシューマイ屋さんをやっていきます。お寿司屋さんやったり、ハンバーガー屋さんやったり、ほんと忙しいよ。結局何やりたいんですかね。さあ、はいはい、シューマイ作るよ。一生シューマイ作るだけの人生。そして一生会社の犬となって働く。転職サービスはお人事やめろ。いや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 、ほらベルトのせいでなんかこんがらがっちゃってるじゃん。動画的にはありだね。でかいこと言ってんなよ。それでは霊夢ちゃん、代理シューマイの作り方を教えましょう。誰も求めてないです。まずはこの動く床の流れを逆らってまな板まで走る。そして日頃の鬱憤を晴らすようにエビを叩き切る。このバナナ野郎、変なベルトつけやがって。日頃の鬱憤の原因私じゃねえか。そして切ったエビと小麦粉を機械でぐるぐるする。そしてぐるぐるしてる間も皿洗いをする。めっちゃ働くじゃん。給料上げてください。そうだぞ、働き方改革だぞ。働き方改革。お前それ言いたいだけだろ。どうせ意味も分かってないんだろ。そうだけど、ハイブルブルが終わりました。そしてここでシェフが交代。あ、交代すんの。私はベルトの流れを利用して蒸し器まで行く。これが本来の使い方だけどね。あいつくらいなんだよ、動くにからくそうするやつ。ああ。そしたらあとは蒸すだけです。蒸してる間も手を動かす。めっちゃ板についてきたじゃん。で、出来上がったところは動画に出さないのね。出来上がった料理見て何楽しいんだ。料理番組は出来上がった料理を見せるだろうが、これ料理番組じゃないんで。今は人参のシューマイを作ってます。まずそう。頼んでるお客がいるんだからそういうこと言うなよ。しかも人参のシューマイの注文3件も入ってます。人気商品。順番変わって申し訳ありませんが、先に魚の蒸し物をお待たせしました。お、目標点数到達したな。こうして二人は、狩猟を終えて城に戻った。もう十分狩猟したろ。もう解雇してくれや。なんでお前らは自ら解雇を望むんだよ。ここがブラ。
器用だからだよ。だが修行はここで終わるわけもなく、次は北へ向かう二人なのであった。ということで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。